とりちゃんです。けんちゃんです。ゆうちゃんです。僕たちの遊び場、はい、今回はロケでーす。海です。ロケやで。江ノ島です。とうとう遊び場もロケをできました。そう、江ノ島に来ました。うちらのオフを上層部がカメラ回せって言ったんだよ。そうよ。やった。引き続きチキンレース対決。よいしょ。今から俺とゆうたろうがどこまで海を我慢できるか対決します。どういう海を我慢できるかってどういうことや。上からダメだよ。ダメなの。ギリギリまでな。行け行け。もっといける。はい、負け。ね、この人押しました。はい、負け。あの後輩押しました。ちょっと。ちょっと押しましたこの人。じゃあもう一回やっていい。はい、チキチキでーす。大丈夫か、ゆうたろう。大丈夫か。危ない。ダッサ。今のはバチやな。まあでもなんかティッシュとかでサッサーって言っちゃったら。俺ティッシュあるけど貸さへんわ。なんでね。話セレブやから。鳥越さん。海。心の態度改めろ。改めろ。本当に。二度と顎割れって言うな。もう言わないからティッシュを。ティッシュをください。ええティッシュやからそれ。1枚でなんとかせよ。これ普通にテンション下がるやつやねえ。だってもうレース終わっちゃったし。そう、終わっちゃいましたね。終わっちゃったよ。どうします。なんやお前のタイトルのせいですごいなんかなってるぞ。どうするんですか。マメちゃんの棒舐めながらやってちゃうぞ。あったまやないか。おい、先がありません。謝れ。気のせいでしょ。マスクだよ。マスク外せよ。おっ、出る。じゃあバイバイ。ここから鎌倉行くもんね、実はね。鎌倉弁天様行って芸能頑張ろうっていうな。遊び場もチャンネル登録もっと増えますようにっていうな。やろう。よろしく。